皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは初心者の方に向けてのレッスンです。ショートアイアンの、まずアドレスのチェックなんですけども、しっかりと押さえて おいてほしい部分があります。このように構えていって、アドレスのこのスタンスの幅というのを極端にドライバーのように大きく構える必要はなく、スタンスを狭くするようにしてください。このように狭くすると中心軸のブレというのが抑えられますので、ショットが安定してきます。またこのグリップの位置なんですけども、9番アイアンでボールの位置はセンターに置いてこのように構えて、グリップの位置は左の内ももにこのようにセットしてください。このようにセットするとクラブの入ってくる角度が上から入ってきやすくなって、ダウンブローにきっちりとスイングが作ることができます。要は上から入ってきてボールよりも前の芝生を削るという打ち方なんですけども、このようになってこないとショートアイアンは思ったように距離が出てきません。逆にこのようにセンターよりもシャフトの傾きがこのように傾いてしまっている方、結構ショートアイアンを打つときにこうボールを上げたいと思うので、このような形で構えられている方いますが、こうなってしまうと下からこうすくうような形になってしまって、この刃がですね上を向くような形になってトップをしてしまいます。こうなってしまうとショートアイアンはきれいに打てないので、まずこのアドレスをきっちりと覚えてください。スタンスを狭く作る、このようにシャフトラインがこっちに傾く、このポジションをしっかりと意識してショートアイアンアドレスを作るようにしてください。それでは一度打ってみます。はい、このようにですね、なるべくショートアイアン上からクラブを落とすような意識で打っていく、フォローを低く出していくといったことを意識しながらスイングをしてみてください。このように打つとショートアイアンでのダウンブローというのが身についてきます。以上で本日のレッスン終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。